安息鉱酸は、方向属化合物であり、特に方向属カルボン酸である。ベンゼンの水素原子1個が、カルボキシ元に置換された構造を持つ。水に溶かすと酸性を示し、酸解離定数負荷は4.21である。安息鉱酸のカルボキシ元に対してオルトくらいの、水素原子が、ヒドロキシ元に置換されると、サリチル酸となる。抗菌。 正菌作用があるので、水溶性のナトリウム樹を、安息抗酸ナトリウムなどは清涼飲料等の保存量として添加されている。姿保存量の一種、殺菌作用はない。急構成症は安息抗酸を天然に存在しない添加物に分類している。ユストス・フォンリー・ビッヒとフリードリ・ヒベーラーにより、1832年に構造決定がなされた。 安息鉱は、鉱量として用いられる樹脂の一種であり、この中に安息鉱酸のオエステルが多いことからこの名が、取られた。安息鉱酸は、アルキル即差を一つ持つ、方向属を酸化することで得られる。この反応では、ベンゼン管に隣接する水素、炭素管の結合が攻撃される。ベンジ類に CH 結合がない場合は、ベンゼン管が酸化される。 また、ベンズアルデンヒド C6H5 腸の酸化によって得ることもできる。安息抗酸は体内に取り込まれると肝臓にて代謝され馬尿酸となり尿として排泄される。2007年、英国食品基準庁は食品添加物と注意欠陥、多動性障害との関係を調査するために二重毛検法による広域スクリーニングを実施した結果、 数種類の合成着色料であるタール色素と合成保存量の安息抗酸ナトリウムを同時に摂取した軍に相関を認めたという研究報告があり注意欠陥多動性障害の子供は安息抗酸を保存料として使用されている食品は避けた方がいいと勧告しているしかし欧州食品安全当局は同じ研究報告を評価し観察された 影響の臨床上の意義が不明なことや、研究結果の一貫性の無差、小さなエフェクトサイズの意義が不明なこと、容量反応性の情報がないこと、食品添加物の行動への影響を誘発させる、生物学的メカニズムが考えられないことを挙げ、アディを変更する根拠にはならないとしている。ドイツ連邦リスク評価研究所の報告によれば、清涼飲料水中に安息鉱酸と、 アスコルビン酸が共存する場合には微量のベンゼンが生成する可能性があり、生成量は pH、温度、他の不純物、紫外線の影響を受けるという。ベンゼンの曝露は各種の癌や骨髄性白血病のリスクを高めるが、試験結果によれば、ベンゼン濃度は最大でも 20ppb 程度に止まり、BFR も現時点でのリスクは、 評価できないほど小さいとしている。なお、ベンゼンの摂取許容量を定量的に考慮すると、直ちに健康被害が発生するとは考えづらい。日本国内では、安息鉱酸は、キャビア、マーガリン、清涼飲料水、シロップおよび醤油のみに、安息鉱酸ナトリウムはそれに加えて、菓子製造に用いる果実ペーストおよび果汁に、使用できる。 対象ごとに使用量も設定されている。ありがとうございます。